ははいこんにちは、えー、今日はね、えー、2月15日に発売されました J リーグ選手名館でね、えー、今日は、えー、スタメン予想していきたいなと思います今日はね、えー、コンサドール札幌から、はい、紹介していきたいなと思いますはいコンサドール札幌ね昨年12位ということでね、えー、そしてねあの主翼の大流出があったということでね、えーまあ、主な選手なんですが田中俊太選手そしてねルーカス・フェールナンです、えー、2人ともセレッソ王がですね で小柏選手、FC 東京福森選手が横浜 FC という形になりましたねで、新加入選手がね、あの横浜 FC からね、何人かあのいい選手入りましたから、これね、十分ね、あの今年は1桁、1桁にね、必ずいなきゃ、ね、いけないチームぐらいのね、戦力、えー、そしてね、タレント揃ってますから、大注目ですね、コンサドーレ、強いですからね。はい早速ね、えー、予想スターティングメンバーを。 発表していいいきたいなと思いますゴールキーパーはね、えー、僕は、えー、菅野選手でいきたいなと思いますはい開幕戦ということもあってね、えー、やっぱセービング力に長けている菅野選手で間違いないんじゃないかなと、はい、思いますでね札幌の主なフォーメーションなんですけど3 4 2 1ですね3 4 2 1 3バックの、えー、ミッドフィルダー4人そして、えー、シャドウに2枚入ってるんですねでワントップ という形なんですけど、まあ、早速3バックの、えー、左サイドバックの方からいきます。これね。中村投也選手ではい。中村選手ね。いい選手ですからね。もう日本代表候補までね。来てもいいぐらいの若手だと思います。はい、こちらもね。同じくね注目クラブのえー、岡村大八選手ですね。岡村大八選手ね。もう個人的にはね。j リーグ、えー で一番注目してるディフェンダーですね、サイズ感もあって、やっぱね、もう体がものすごいですからね、うん、そして気合いのあるね、あのプレーも見せてくれますからね、神村大八選手で、で右サイドバックなんですけど、これね、あの新加入選手ということで、ガンバ大阪からですね、高尾龍選手ですね、この選手もね、あの攻撃力に長けていてですねあの、非常にいい選手だと思うので、 高尾選手をねチョイスしていいいいきたいなと思いますはい、そして2ボランチですね2ボランチですねあのーまあ、僕は小前選手と荒野拓磨選手でここねあの昨年からねあのやっぱ安定してる選手で開幕戦はね行きたいなと思っておりますそうですねいい選手多いな本当にはいそしてね、えー、両サイド、えー、まず左サイドからなんですけど 菅大輝選手はね左サイドでね間違いないでしょう、これ。間違いないと思います。はいでね、えー、反対側の右サイドなんですけど、反対側のね右サイドね、ね長谷川達也選手とかね、えー、ちょっと僕はチョイスしていきたいなと思います。はい、長谷川達也選手で 新加入ですね横浜 FC から、えー、横浜 FC の時ね、あねこの選手いい,いい選手だなと思ってずっとあのプレーを追っていたんでついにねコンサドートレーに移籍したということでね注目ですねはいでツーシャドーですねツーシャドーがですね、えー、僕はあのー、スパチョークと、えー、浅野祐也選手でチョイスしていきたいなと思います ここね小林裕樹選手ともね迷ったんですけどここはねちょっとねスパチョックと朝野裕也選手ではい行きますでワントップがこれね鈴木武蔵選手なのかな鈴木武蔵選手がね硬そうですけどうん札幌ね戦力高いですねこれね小林裕樹選手もサブにいて 馬場選手もサブでで僕ね、ね個人的に注目している選手なんですけど田中克幸選手、ルーキーですね,ねあの提供長岡の時にに、ね、よくプレー見させていただいたんですけどいい選手ですねはいテクニックがあってねあの決定的なパス出せますし大学でねどれぐらいあの伸びしろがあったのかっていうのもね楽しみですよね。はい まこんな感じでね、えー、今回は予想スタメンを、ね、発表していきました、はい、キム・ゴンヒ選手も、ね、いるんだ、ハワードで札幌はい、こんな感じで、ねえー、スタメン発表していきました皆さんの、ね、札幌の,あのこの選手大注目だぞみたいな、ねえー、選手がいましたらぜひ、ね、コメント欄で教えていただけると何よりです。はい いや札幌い,いチームですねこれね今年こそね1桁にねいなきゃいけないチームですねはいじゃあ今日はねこれで終わっていきますはいアディオス